客室内のドームフランスは喫茶室は京都府京都市下京区にある喫茶店で国の登録有形文化財である。1934年に盾野正一が創業した。1940年に後から購入した北隣の木造を2階建ての民家を現在に残る店の姿に改築した。改築前は明治から大正時代に建てられた京都の伝統的な町屋だった。 1941年、兄弟留学生、アレッサンドロ・ベンチ・ベンリア画家、高木志郎の協力を得て、イタリアンバロック風に改装する。思考は、当時の日本の大工や家具の装飾を手掛ける差し物師による。木造2階建て、瓦吹き、建築面積40平方メートル。室内は、豪華客船のキャビンをイメージした装飾が施され、 壁や窓は色鮮やかなステンドグラスで飾られている。ステンドグラスのデザインは高木史郎による。最大の特徴は白いドームの天井。柱は中央に膨らみのあるルネサンス調のエンタシス。その上部や店内の調度品に至るまで華やかな彫刻が施されている。ヨーロッパの古いランプや赤いビロードの椅子などがあり、これらは開店当初から変わらない。店名は フランスの画家、ジャン・フランソワ・ミレイにちなんでいる。創業者の盾野昭一は、戦時色が強まる中、反戦や前衛的な芸術を自由に語り合う場所として、フランソワ・キス・サシツを作った。タテ野は、画家を志し、京都市立美術工芸学校に入学し、死が直屋や,や武者の工事・サネアツといった、自然主義文学の影響を受けた。 その作家たちもまたバルビゾン派の画家たちの思想を受け継いでいた。バルビゾン派の代表格がフランソアミレーで天命の由来となっている。1936年7月からは反ファシズム新聞土曜日の発行を支援している。同志の反戦、反軍国主義な論調は京都府警特攻課の監視対象となり、翌1937年11月の弾圧によって、 配管となった。縦野ら関係者は治安維持法違反により検挙、収監されたが、ウェイトレスの一人で、後に縦野の妻となる佐藤止雪子が店の経営を支えた。太平洋戦争も末期になるとコーヒーを出せなくなり、店名も純喫茶とサボーと変え、番茶や星バナナを提供しながら幸運にも戦火をくぐり抜けた。戦後、新道カネと,と 音羽信子がデートの場としていたエピソードなどが残されており、音羽信子が自身の生涯を語るドロンコ半世紀を原作に制作された女優時代や三文役者の実際の舞台としてロケ地にもなっている。また、家族物語、瀬戸内春美、著や、鱗姫竹本野原、著、田本の中で、今江義とも、著、終わりからの旅辻井隆、し、著にも登場する。 吉村幸三郎や宇野重吉、鶴見俊介らも通うなど、数多くの文化人や学生、青年たちが集った。現在も当時の面影のまま営業を続けている。2003年1月31日付で、国の登録有形文化財に登録された。喫茶店が登録有形文化財に登録されたのは、同店が日本で初めてである。昭和の初期という時代に、 和と洋を組み合わせた革新性、その後も改装されることなく、建物が内部の調度品や装飾を含めて、当時のままの姿で残っている点型各評価、されている。なお、今回の登録有形文化財への登録は、正面から見て、右側の北側部分だけであり、南側は増築部分であるため指定されていない。 京都府京都市下京区西木山町通り4条を下る仙道町184ありがとうございます。